んにねごめんなさいって言いたいんですけど、去年の時あの地方でライブ行った時にあのみんなココナッツ3人一緒の部屋に泊まってたんですね。で朝寝ぼけてて、歯磨いてた時に、間違っちゃってあやかちゃんの歯ブラシを使っちゃったので、あ後に気づいて、あやばいと思ってどうしようどうしようと思ってて気づくかなと思ってたら全然気づかなかったの、ごめんね。気のせいか